次にこれは下前の奥身ですね。これは裾と、奥身付けの足し切りの部分の地の目を揃えていきます。
このように、横の立ち目だけではなくて縦の、これは、下前の組み付け立ち切りなんですけども、このように立ち揃えておきます。別にこれをしなくても縫えないことはないんですけれども、やはり、これ全部シルク証券ですし、高級品で、外面が良くても内側がこう糸がほころびていたり、こつれほころびるというか、こう立ち目がギザギザだったりするのは自分が思うんですけど汚らしいと思うので、やはり料理でも何でも素材をきちんと手入れ、きちんとこう整えてから縫った方が目には見えないんですけれども、出来上がりがすっきりいくような気がしますので、たまに裏側から、この立ち目が透ける場合があるんですけれども、もうその時にこう縫い込みの始末がこう汚らしいと、とても雑な仕事に思えるので、自分は必ずこうやって立ち落として揃えていきます。